プロジェクトの西村と高木です。よろしくお願いします。では始めさせていただきます。皆さんはトビキラっていう虫をご存知でしょうか。知ってるよって方がいらっしゃいましたら、ありがとうございます。ありがとうございます。知られていない方も多いかもしれないんですけれども、トビキラっていうのは蚊のような見た目をした、水生昆虫になります。幼虫時代は水の中で過ごしていて、成虫になると孵化して、左の写真のように外に飛び交う習性を持っていて、京都府宇治市の宇治川付近に大量発生しています。で、宇治でも、トビキラは結構たくさんの種類がいるんですけど、その中でも宇治では大島トビキラっていうのが、一番多く見られる虫です。体長、触覚含めて20ミリから30ミリくらいの大きさで、長い触覚と羽の模様が特徴的になっています。この大島トビキラが多いんですけれども、他にも小型島トビキラとか中原島トビキラっていう、どれも大島トビキラよりは小ぶりのものなんですけれども発生しています。ではどうしてこんなにトビキラが大量発生してしまったのかお話ししたいと思います。まず大量発生の原因の一つには、宇治発電所や天瀬ダムの建設が影響していました。これらができたことで川の流れがゆっくりとなってしまい、川底の石が大きくなってしまって、住んでる魚が減ってしまいました。減ってしまった魚というのはトビキラの幼虫を、食べて過ごす魚なんですけれども、減ってしまったことによってトビキラの幼虫は食べられることがなくなったので、増える原因の一つになってしまいました。で、もう一つなんですけど、トビキラの幼虫の食べ物となるプランクトンや珪藻類が琵琶湖から豊富に流れてくることも原因の一つになります。なので魚に食べられる心配がなく、ご飯がたくさんあって、とっても住みやすい環境になってしまったんです。でトビキラは、宇治だけではなくて他の地域にも発生はしているんですけれども、なぜこの宇治がこんなに大量発生していて問題視されているのかっていうのが、地形の特徴も関係していました。宇治川の周辺は川と人の家の距離が近いので、家に入ってきてしまって嫌だなって思ってしまったり、生活圏には街灯が多いのでトビキラは光に集まってくる習性があるんですけれども、それで、光に向かって飛んでくるトビキラを誘導しやすくなっているということが分かりました。それでは突然ですがクイズをちょっとしたいと思います。トビキラが集まってきにくい電気は何でしょう。1番蛍光灯、2番 LED ライト。1番の蛍光灯がトビキラが集まってきにくいんじゃないかと思う方、挙手をお願いします。ゼロですね。2番の LED ライトが寄ってこないんじゃないかと思う方、皆さんありがとうございます。正解は2番の LED ライトです。ありがとうございます。平成25年の6月に自身の方々が、蛍光灯と LED ライトによる虫を、トビキラが、どんだけ飛んでいるかの実験が行われているんですけれども、 LED ライトにはもともと有蛾性っていう虫を引きつけるのが少ないと言われていて、それがトビキラにも有効だということが分かりました。このことから、街灯などを LED ライトに変えることができれば、光に集まってくるトビキラの数を減らせることができて、町にいるトビキラの数も減らせるんじゃないかと予想されています。他にも、地震の方が行われている対策としましては、電撃殺虫器の設置、先ほど LED ライトに集まって LED ライトを設置すると集まってきにくいって説明したんですけれども、逆で、光に集まってくる性質を利用して有蛾性のある電灯を置いて、そこに殺虫器を仕掛けて
飛び切らの数を減らしていくという活動があったり、あとは薬剤を撒いたりしているのがあります。もう一つ起動の設置というのがあって、川の底に土や砂利を置くことで川の底が大きく、川底の石が大きくなってしまったのを、環境を人工的に変えまして、飛び切らの幼虫の捕食者である川魚を戻す方法があり、これが一番有効性があると期待されています。ここまで飛び切らの説明をしてきたんですけれども、飛び切らって本当に悪い虫なのかなということがあると思います。飛び切らは実は人に害を与える虫ではないんです。たくさん飛んでいて嫌だなって思われることが多いかもしれないんですけど、トビキラは幼虫時代に川の水の中で過ごしていて、その中のプランクトン、琵琶湖から先ほど言った流れてくるプランクトンやケイ藻類を主食としているんですけれども、これらが増えすぎると川は緑色になってしまって汚くなってしまいます。それらを食べてきれいにしてくれる役割があります。トビキラは川をきれいにしてくれる役割を持っています。他にもトビキラは水生生物による水質判定表というものにおいて、一番きれいな水や2番目のややきれいな水に生息していることが分かっています。ということは宇治川は、トビキラが存在している川のところの地域の川には宇治川がきれいな川であることを証明してくれていることになります。川の近くに住むこのうちの人たちにとって川がきれいなことはとても誇りなことだと思いますので、欠かせない存在であることが分かりました。人々が持つトビキラのイメージというのを、Twitter とかを使ってちょっと調べてみました。これを調べたのは今年の春なので、ちょうどトビキラが飛んでいる時期なんですけれども、やはりネガティブな意見の方がこの時は 65% で多かったんですけれども、家に入ってきて気持ち悪いだったりとか、また今年もこの時期がやってきたという意見が多くありました。しかしポジティブな意見も 30% はありまして、先ほど魚に、トビキラの幼虫は食べられちゃうんですけど、ということは釣りの餌にもなるので、釣りをされる方にはトビキラはの幼虫はとても好評らしくて、ふにふにしてて可愛いだったりとか、と聖地巡礼、トビキラのシーズンだからたくさん見られそうっていう意見もありました。この聖地巡礼というのが、宇治が舞台のアニメ作品響けユーフォニアムっていう京都アニメーションの作品があるんですけれども、この主人公の女の子がプロフィールに苦手なもの虫かっこトビキラっていう表記がありまして、このアニメの中でもこれは飛んでるところを嫌がっているシーンなんですけれどもありまして、これを見たファンの方々が聖地巡礼をした時にトビキラを見て、あ、こんな虫なんだって思われる方がいらっしゃるみたいでした。以上のこれらを調べまして、私たちはトビキラとの共存をしていけないかというふうに考えました。私たちの理想としては、トビキラの役割について、川をきれいにしている役割について知ってもらって、誇りに川をきれいにしてくれる誇りに思ってもらいたいんですけれども、現実は大量発生によって住民による苦情殺到や観光客の方による影響がされていると思います。トビキラの人に害を与えず川のきれいさを伝えてくれる事実が知られていないことが分かりました。そこで、生活の中にトビキラを取り入れることができれば理解を深めることができ、宇治川の水がきれいだと伝えることができれば皆さんもトビキラに感謝の気持ちを持てるんじゃないかと思いました。ですが、トビキラの認知度っていうのは実は宇治市民の中でも知っているのは宇治川周辺に住む人たちだけであったり、今日もこの環境フェスに参加させてもらって、あの虫ってトビキラって言うんだっていう意見を多く聞きました。まずはじめにトビキラについて知ってもらう必要があるなと私たちは思いました。そして虫について知ろうとするきっかけを作れるかっていうのが問題になってきました。私自身虫が苦手なので、虫ってこう調べようとも思わないですし、きっかけがないと思ったんです。
ここで、大きにとびきらさんというプロジェクトを立ち上げました。コンセプトはとびきらへの感謝です。とびきらの認知活動を目的として、とびきらが私たちの生活にもたらしてくれている水の豊かさに感謝するをコンセプトにしています。ロゴマークは、これはとびきらの羽をハートの感謝の気持ちをハートで表しました。で、今日言葉の大きにとトビケラに3の継承をつけてありがとうという意味を持たせました。私たちの活動は SNS やウェブサイトで発信していったり、このようなイベントに出展してトビケラについて知ってもらう機会を作ります。またグッズの制作をすることで、グッズを見た方に活動を知ってもらって、そこからとびきらの認知につなげるということもしていきたいと思っています。このグッズのうちの一つなんですけど、ソフトクリームカバーというのを作りました。市民の方は川にたくさん虫がいるということだけでも分かっていらっしゃる方が多いと思うんですけれども、宇治は観光名所ということで、観光に来られた方が大量のとびきらを見るととてもびっくりされると思います。それで、特に観光ではソフトクリームを食べ歩くこと、ソフトクリームだけでなくても食べ歩きをされる方が多いということで、食べ歩き中にとびきらが飛んでくることを考慮して、カバーを作りました。こちらからとびきらとの距離を調節するのを意識して作っています。今だけはちょっと距離を取らせてもらいますというメッセージをつけています。でこれが SDGs の一周マップを使って考えてみました。はじめダムの建設があって、川底の環境が変化し、トビケラの増殖が増える、川がきれいになる、トビケラの大量発生により宇治の人々に被害がある、でもトビケラは害を与えないこと、価値などを伝えていくと、トビケラの認知につながるんじゃないか、そこからトビケラの興味につなげてトビケラを誇りに思うという一連の図を作ってみました。この活動の意義としましては、トビケラについて知るきっかけができることで興味を持ってくれる人が増えることを狙いとしています。市民や観光客の方に親しみを持ってもらいながら、この活動でトビケラの認知へつなげて、みんながトビケラに対して誇りや感謝の気持ちを、持ってもらえるような認識へと変えていきたいと思っております。河川環境を変える取り組みの成果や、トビケラの再発見を通して生き物と共に生活できる世界が実現可能だと私たちは考えています。以上です。ありがとうございました。ウェブサイトや、SNS の QR コードを貼っていますので、今後もっと更新していこうと思っていますので、よければフォローしたり見てください。ありがとうございます。もし皆さんの方から何かご意見とかご質問とかもしあるようでしたら、お伺いしますがよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします、はい、京大から来ました竹本と申します。このアニメーション の、はい、制作者を見せていただいたら、はい、西村さんって書いてあるんですけど、はいはい、この絵も西村さんが描かれた。はい、私が描きました。そしたらこの、会話 の、はい、このシナリオとかも西村さんが描いた。すごいですね、はい、これはすごいです。ありがとうございます。いいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。今後の活動予定などについて聞かせてください。はい、宇治川は、今日瀬田川から、琵琶湖から瀬田川、宇治川につながっているんですけど、その瀬田川というのが滋賀県にありまして、そこにも発電所が設置されていることなどからなどが原因で、トビキラが発生していることが分かりました。滋賀では通称琵琶湖虫というらしいんですけれども、そこでもう被害があるということで、そこの瀬田川についてもちょっとリサーチを重ねていって、宇治川では観光客の方とか市民の方へのアプローチも考えましたけど、滋賀の
方へのアプローチも考えていきたいと思っていますし、2月にある川づくりフォーラムというものにも出展させてもらって発表を行いたいと思っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ソフトクリームカバーのようなのグッズは、お披露目というかイベントとかでやる予定ありますか？お披露目会ですか？お披露目会、実際に手に取って。あ、今日ですよね。いや、今後。あ、今後ですか？本当に実現可能に作ることができたら、やりたいです。はい、皆さんに使ってもらいたいです。ありがとうございます。すみません、ちょっと言いたいんですけども、はい、富士川の話は終わったんですけどね、はい、他の川でもこういう事例っていうのは結構あるんですか？瀬田川にはあります。瀬田川でも他の地域、山口県とか、ごめんなさい、ちょっと覚えてないんですけど、そこにもあったんですけど、そこは綺麗な川でないといないという。はい、そうですね。で、川と人の家がさほど近く、そこら辺、その地域は近くないので、この宇治みたいに大量に発生して人にぶつかったりしてくるっていう被害がそこまでなくて問題視はされていないですね。食べたりするらしいです。はい。はい、ではこれで。